オイゲニウスザクはポーランドの画家であるパリで前衛的な画家の中で活動した当時ロシア帝国が統治していた現在のベラルーシミンスク州のモーゲルノで生まれた1892年に父親が亡くなり母親とワルシャワに移ったワルシャワで学び絵を描くようになり1902年にパリに出てエコールデ・ボザールに入学しジャン・レオン・ジェロームに学び 私立の美術学校、アカデミーコラロッシュのアルベール・ベナールにも学んだ。1903年にイタリアのフィレンツェ、ローマを旅し、ミュンヘンに滞在し、当時東欧からの画家が多く学んだ、アントン・アズベの美術学校で学んだ。1904年にパリの戻り、サロンド・オトンヌに出展を始め、2年後には、この展覧会の絵画部門の審査員の一人に選ばれた。 1906年から1907年は、ブルターニュで活動し、ポンダウェなどを訪れた。パリで活動するポーランド出身の芸術家グループ、パリのポーランド芸術家協会に参加し、ロマン・クラムシティク、バツワフ・ボロースキ、レオポルド・ゴトリープ、イエジー、メルケル、エリー・ナーデルマン、メラ、ムター、ティトス・チジェフスキ、ジグムント・メンケスといった芸術家たちと友人になった。 1911年にフランス政府に作品を買い上げられ、ウージェーヌ・ドリュエの画廊に作品を展示し、前衛的な評論家に注目された。ノルマンディ現代美術協会のメンバーになった。1912年にアンリル・フォーコニエが校長になった、私立の美術学校、アコダミ・デラ・パレットに招かれて、美術学校の講師になった。 1913年にはアメリカで開かれたアーモリー賞にも出展した。その年、ポーランド女性と結婚した。第一次世界大戦が始まると、1916年までは南フランスで暮らした後、ポーランドに帰国し妻の故郷のチェンストホバに移った。1917年にクラックフで表現主義の画家、版画家のティトス・チジェフスキーを中心とする美術家、グループ、 フォアマスツのメンバーになった。1921年にワルシャワで美術家グループリートメの設立メンバーの一人となった。1922年にドイツを訪れ建築家フリッツ・アウグスト・ブロイハウス邸の装飾の仕事の依頼も受けた。1923年にパリに戻りジグムントメンケスやマルクシャガールらと活動した。1925年に 心臓発作でパリで死亡した。1928年に妻のヤドビガザクが現代美術の作家の作品を展示するギャラリーを開き、ワシリー・カンディンスキーらが個展を開いた。ヤドビガザクと息子は1944年にアウシュビッツ強制収容所で殺されるが、ギャラリーは1946年に再開され、1960年まで存続した。ありがとうございます。